シニアになって、なんかあんまり皆さんご覧になってないんじゃないかと思うんですけど、今回はムーブイント、しかも全部あの英語字幕付きで、ニュープリント、全部ニュープリントじゃないんですけど、あのかなりニュープリントが多いんですね。あの上映ができる形になりましたので、これもあのマリオンと闘劇は、距離が近いんで、ぜひあのうまく、上映時間をやりくりしていただいて、1本でもね、多く見ていただきたいと思います。これまたあの面白いんですよね、松竹の50年代なんて、まあ、皆さんもちろん、あの小津安二郎監督のとか映画見てらっしゃると思いますけれども、その役者たちが、前に岡本喜八特集やった時もそういうふうに思ったんですけど、その黒澤明監督の三船敏郎と、岡本喜八監督の三船さんが、全然またその輝き方が、両方輝いてるんですけど、違うその面白さっていうのがあって、やっぱりそういうね、そのスタジオシステムの中で、うまくその役者さんたちがその年代でまた別の光り方をしてるのね、すごいなと思うし、あの池部亮さんね、この間お亡くなりになってしまいましたけれども、あの池部さんの作品はですね、これ何日の上映かな、現代人、これはあの当時あのカンヌのコンペに出てた作品なんですね。これもね、本当にぜひ、あの多分皆さんご覧になってらっしゃらないんじゃないかと思いますけれども、正義派っていうのはこれはまたちょっとね、あの素晴らしいですね。あの本当に見ていただきたいと思います。本当にあの、まあ、青島千景さんとかがずいぶん出てらっしゃるんですけれども、あと龍さんですね、龍紀州さんが、その小津さんの龍さんと、ね、私たちの中では小津さんの龍さんか、あとは寅さんの御前様かみたいなところがあるんですが、違う、全然もうすごい飲んだくれの酔っ払いやってたりとか、あのすごいあの勲章もらうような学者をやってたりとか、すごくあのタイミングの間の取り方とかがですね、もうめちゃくちゃ面白いんですよね。あ、これはね、あのちょっとね、あの貴重なチャンスなので、ぜひご覧になっていただきたいと思いますね。特集上映だとやっぱり一人映画作家を決めて、で大体その人の作品を複数本多数紹介するっていう形にが今までは多かったと思うんですけど、それ集めるのって苦労なさったり、上映の権利とか取るの大変だったりってことはないんですか？これはあのケースバイケースでありますね。だから今回 の, あのゴールデンクラシック1950みたいなの松竹の作品だけだと、あの、まあ、交渉するところが窓口が一つなんで、まだあのすごく協力していただいて、あのやりやすいんですけど、これがなんか同じ監督でこういろんな会社でこう撮ってる人とかになってくると、まあ、あのそのプリントが果たしてあるのかどうかとかですね、まあ、いろんなところも含めて大変なことというのは当然起きますよね。これはあと、まあ、あの会社によってはこうなんか全然上位プリントがなくて、それをこうなんかあの、マスター工事から16ミリからこうスタンゴにブローアップしなきゃいけないというような形で、その予算をどうするか、まあ、さまざまなこういうあのクラシック作品の特集上映というのは起きるんで、また渋谷美濃監督の中でもあの、やりたいんだけどでも素材がないものとか、そういったものがあったりすることはあります、ね、新作、もちろん、コンペと特別招待作品というのは、新しい作品の中からいいものをどんどん選んでいけばいいわけですけど、このクラシックのものがなぜ今、この時、今回のフィルメックスでやろうというふうに考えられたりというきっかけって常にあるんですか？ありますね。あの、まあ、大体あの、フィルメックスのこの日本語の特集っていうのは、あの、まあ、清水博監督の特集っていうのを始めたのが、まあ、第1回目 で, であのその後こう毎年こうずっとあのフィルムセンターでやってて、でここ2年は松竹と の, あの共催で攻撃でこう行っているんですが、で去年は島津康二郎という監督の特集をやって、あのそれはあのその後のベルリン映画祭とかですね、香港映画祭とか、まあ、いろんなところ回ったんですよ。だから、まあ、フィルメックスの期間中にこう英語版ニューピンクを上映して、でそれを、まあ、翌年のいろんなあの海外の映画祭にこうあの発信していこうというあ の, のがこうずっとこう流れでこう来てるんですが、やっぱりあの、もちろん新作をこう紹介するのはすごく重要なことなんですけど、あの旧作って特にあのやっぱりあの監督によってはこうなんかあの日本で知られても海外してて知られてない監督とか、あの日本人でもこうちょっとこうどっかの記憶からこう飛んでる監督とかですね、まあ、いろんな監督がこういて、で、まあ、何人かこう特集したい監督というのはこう頭の中にこうあるんですが、
まあ、今年はたまたま渋谷美濃監督の没後30年というですね、フリーの年ということもあったんで、それで話し合いの中で、ちょっと今年は渋谷さんとフィーチャーしてみようというような形になったんですね。それはなんか、まあ、全くそういうことと関係なくやる場合もありますし、なんかそういった例えば中川信夫監督の特集の時は生誕100年だったとかですね、まあ、清水宏監督の時も生誕100年だったりとか、なんかそういう国によって年もあるし、まあ、そうでないけど、まあ、やってみようということもありますし、それともやっぱり海外のね、で待ち望まれているタイミングっていうのはやっぱりすごく意識しているんですね。それはどうやって分かる？なんとなく一本渋谷稔監督のを見たどこかの国のフィルムディレクターとかがなんかすごく面白かったよとか言っても耳に挟んだりすると、じゃあ特集上映とかして英語字幕をつければ日本にもこういう作家がいたんだってことを海外に発表するみたいな、なんかみたいな会話がなんとなくお二人の社交外交の中であったりするっていう感じです。だからなんとなく一本見てもらえるチャンスっていうのはだから普通はないじゃないですか。新作しかないですよね。そこから作っていかなきゃいけないんですけど、でもやっぱりその見てもらえば分かってもらうっていうね、そこのところをうまく渋谷稔の中でも海外できちっと今必ず分かってもらえるだろうっていう視点で私たち50年代、60年代に特化した形で選ぶわけですね。それで、まあ、それは本当にプリントの素材の状態とかいろんなことがあるんですけれども、やっぱりそれをうまくいろんな人たちにそれこそシネマテークの人もそうだし、フェスティバルの人もそうだし、うまくその出ていくタイミングとか気に入られそうな人、あの人これ絶対好きかもとかっていうのをつないでいくんですね。でそうするとそのフィルメックス自体があそこはもうフィルメックスはゴールじゃないので、出発点というか映画祭ってきっかけ作りの初めの一歩の場所じゃなきゃいけないので、そこからそこに間に合わせるように字幕をつけてメグリントを何とかして、それで今回、まあ、ベルリンはもう決まってるんですけど、ベルリンで上映すればあとはもう本当にベルリンとかはいっぱいいろんな世界からいろんな人が集まっているので、そうするとすごく気に入って、去年の島津安次郎もすごかったですけど、島津安次郎だから私たちアナザ安次郎、ジアザ安次郎みたいな感じで、安次郎って漢字は違うんですけど横文字にすると安次郎ずっと押すと思ってですね、外国の人はそうじゃないですよって言って、アナザ安次郎、もう一人の安次郎がすごいのがいるんですよみたいに、それを私たちまあこう内地に絞ってですね考えるわけですね。だから今回も松竹の三大巨匠っていうような50年代の巨匠っていうのを、うちのスタッフが素晴らしいタイトルも第三の男みたいな感じでね、なんか考えて、そうやって海外の方にそれって誰誰誰みたいになっていくような、なんかこうこちらの方でちゃんとこう理論武装をして、あとはちゃんとこの価値をいい状態でね見て分かっていただけるようにするわけだし、まあ、今回本当ラッキーなことにその東京都がね、その東京の文化発信プロジェクトということで字幕のね助成をしてくださったチャンスをうまく生かして、でさっき の話が遠回りして戻りますけど、そのお客様 その入場料収入だけじゃなくて、皆さんチラシにこのいろんなロゴがついてますけども、いろんなその企業 の本当に協賛のお金とか助成金を私たちもできるだけ申請したりとか、そういうトライをしたり、まあ、あとタイアップとかですね、いろんなところにお願いに行ってご理解いただけるところが、本当にフィルメックスはこれだけねありがたい会社からのご理解をいただくことがあってこそ、ね、これが実現しているというそういう形ですね。11回目、まあ、もう10年を終えて11回目から新しいプロジェクトっていうのをまた立ち上げるっていう話もあるんですよね。はい、今年はね2つまあ、10回までもね本当によく続いたなってところはあるんですけれども、まあ、11回って欲張ってしまってですね、ラフはできないんですね、私たちは。それで2つその、ネクストマスターズっていうプロジェクトを今年始めることにしたのと、もう1個は第4回、なんで初めてで第4回なのかっていうのはあるんですが、第4回映画の時間とこの2つのプロジェクトを期間中にあります。映画の時間っていうのはこれ今まで春に
子どもたち、小学生から中学生の子どもたちの短編映画の制作ワークショップを春休みのちょっと前ぐらいから土日土日を使って講師を招いて、グループ分けしてドキュメンタリーとか、普通の劇映画というか、まあ、短編なんですけど作ることをやってたんですが、やっぱり10回目終わってちょっと初心に帰ってですね、映画を作るっていうことよりも映画を見るということと知るっていうことにフォーカスを当てて、シンプルになかなかね、今やっぱり若い人の映画離れっていうのがすごい激しくなってるっていうのはもういろんなところで言われてて、シニアの、ね、皆さんのおかげでなんとかその入場料、公共収入というかその入場者数が増えてる、ちょっと微増してるっていうことなんですけど、データ的にはね、若い人が映画見ないっていうのがあるんで、やっぱりその映画館ってね、でも若い子にとっては小学生とか小さな子にとってはなんかなかなか生徒とかもそうですけど行くチャンスがなくなってるんじゃないかみたいなのが、だから生徒とね同じかなと思うんですけど、そういうその、一緒にみんなで映画を見る、真っ暗の中で映画を見る、お母さんとかと一緒に映画を見る、子供たちと一緒に映画を見る、だから喋りながら見ちゃったらテレビと違うんだよ、喋りながら見ちゃダメなんだよ、でも面白かったら笑ったりしても全然いいんだよっていう、そういうことで一緒に映画を見ることのなんか集中する楽しさみたいなのをちょっと味わってもらえないかなっていうのがあって、それでそれは1日だけなんですけれども、ちょっと映画館をねお借りして映画の時間というのをやろうと思ってます。それでこれは11月23日なんですけど、お客様の中で、ね、お子様いらっしゃる方はぜひいらしていただく、ここの丸の内カフェで23日上映が終わった後にここに映ってですね、ウィーさんというとてもね、アニメーションの演出とかをやってらっしゃる方がとっても面白い楽しいワークショップをね今企画してくださっているので、見て知るっていうところをお楽しみいただきたいなと思っているのと、ネクストマスターっていうのはこれはちょっとアジアの若手の人たち、要するに私たちのそのコンペティションで上映する監督たちのもうちょっと前の何本かは作ったことももちろんあっても、もっとこれから映画祭に出したい、もっと外に海外に出ていきたい、映画をどんどん作っていきたいっていうその人たちのを20人招待してですね、でそれもその人たちへのその講義だったりワークショップだったりというのを全部英語でやってみるっていうのが一つの企画なんですね。でなのでフィルメックスの期間中に来ていただいて、結構ぎゅうぎゅうのスケジュールでその講義を聞いて自分たちの企画をプロジェクトをみんなの前でプレゼンして、それでそれをそれに報奨者に来てくださるんですけれども、監督とかプロデューサーとかセールスエージェントの人たちにいろいろとアドバイスをもらったりして、でどうやってお金集めたらいいのかとかどうしようかとかっていうのをその20人の中で5グループごとに話をしたりとか、ブラッシュアップしたりとか、そういうことができるようなチャンスをちょっと作って、じゃあ来年フィルメックスのコンペに完成したら出てくれって言って、ベルリンやパンに出てもね、裏切り者とは言わないやみたいな、それはそれもっと嬉しいよみたいな感じで、そういう、なんていうんですかね、人材育成とか言うとちょっと逆におこがましいんですけど、なんかそういうチャンスがあったら、ね、コンペの初めての監督、さっきのインディアみたいに、最初に来てる人たちでも、まだ分からなかったり、どうしたらいいのっていうぐらい、ちょっと前の段階で、こうやってやりたいんだけど、これから作りたいんだけどっていう人たちが、一回フィルメックスに来てくれて、コンペの作品とかも見てくださって、それこそ質疑応答も見てくださって、映画祭ってこういうのなのかって言って、じゃあこういうふうにして、じゃあどうやったらいいのって、日本のプロデューサーたちにもね、その企画を見ていただきたいし、チャンスがあったらね、それがもしその出資しましょうっていうようなことが、お見合いの場になったら、それはそれで本当に素晴らしいことじゃないですか。